ゴジラゴジラゴジラは、東方映画、ゴジラシリーズに登場する、架空の怪獣である。東方スタジオ前に設置された、ゴジラのブロンズ像、小林智美造形大型住脚類をはじめとする二足歩行恐竜を、モデルに創作された、怪獣の代名詞的存在である。日本のみならず、世界各国で、高い人気を有する。外形は、 第一作公開当時の恐竜に対する知見をもとに胴体が地面から垂直に立つ姿勢にデザインされている。最初の異名は水爆大怪獣で、後に怪獣王と呼ばれるのが一般的となった。日本国外ではキング・オブ・モンスターズ、ラドンやモスラと並び、東方三大怪獣と称される。ゴジラはあくまでもゴジラシリーズの看板キャラクターであって必ずしも、 主人公、主役というわけではない。むしろ、仇役として描かれる作品も少なくない。工事園にその名が掲載されている、唯一の日本の怪獣である。2016年には、第29回東京国際映画祭、ありがとう賞を受賞した。2018年、アメリカ航空宇宙局と、フェルミガンマ戦宇宙望遠鏡研究チームは共同で、 ガンマ線天体で構成する22の星座を制定したが、ゴジラもその一つに採用されている。プロデューサーの田中智之は、アメリカ映画、原始怪獣原丸をヒントに、恐竜型怪獣が暴れる映画を当初から構想していた。怪獣の描き方について、キングコングに魅了されていた、特技監督のつぶらや英二は、 同じストップモーションアニメーションによる撮影に意欲を見せたが予算の都合や撮影期間の問題で着ぐるみによる撮影に決定した。名前のゴジラとは力強いゴリラと体の大きなクジラを混合した造語である。ゴジラの制作現場。週刊誌ケイグラフ1954年9月26日号が取材した時の写真。 第一作の脚本に基づき、水生爬虫類から陸上哺乳類に進化途中の巨大生物と設定された。当初、頭部デザインは挿絵漫画家の安倍和助に依頼されたが、彼の画はキノコ雲のイメージが強すぎて参考程度にしかならなかったと言われている。次に、美術チーフの渡辺明によって、アメリカのライフ誌の図解から、イグアノドン、ティラノサウルス、 ステゴサウルスなどの恐竜画を参考にイメージがまとめられ、デザイン画が起こされた。表皮の質感には、魚の鱗状、イボのような半球状の突起物などの試行錯誤の末、ワニをモチーフにした上で火傷によるゲロイドをイメージさせる、ねのあるゴツゴツ状が採用された。背びれは、粘土原型の時点で、水爆によって国家したイメージになっている。また、劇中に、 ハットリ時計店にある時計塔の鐘の音に起こり破壊するという描写があるため本来の爬虫類にはない磁界が付けられたゴジラ2000ミレニアムなどでデザインを手掛けた西川真治は鱗にも岩にも見える皮膚の表現がゴジラのデザインにおける最大の発明であると表しておりこれによって生物か無生物かを曖昧にするとともに既存の生物と似ていない唯一無二の 存在としていると述べている。退色はデザインの変遷やスーツの回収により登場作品ごとに微妙に異なる。一方、アメリカでは緑色と認知されている。血色は昭和シリーズでは赤、平成 VS シリーズでは緑。1954年公開の第一作ゴジラでは作中に登場する古生物学者の山根、京平博士が ジュラ紀から白亜紀にかけて生息していた海生爬虫類から陸上虫類に進化しようとする中間型の生物の末裔がビキニ干渉の原子爆弾研究で安住の土地を追われ出現したのではないのかと説明する。しかし、以後の作品の多くではビキニ干渉の原子爆弾研究で散布した放射能を浴びて変貌したと説明される。また、 平成ゴジラシリーズでは、ゴジラの元となった、恐竜ゴジラザウルスが登場する。ゴジラの名は、物語上では、大ー島の伝説の渡積、クレシュカラに由来する。身長50メートル。この設定は、1975年公開の第15作、メカゴジラの逆襲まで用いられた。1984年公開の第16作、ゴジラは、 第一作の直接的な続編として制作されたが、第一作当時と違って都会に高層ビルが多く建ったことを考慮し、ゴジラの身長は80メートルに変更された。1991年公開の第18作、ゴジラ VS キングギドラでは、南方のことをラゴス島に生息し続けていた恐竜ゴジラザウルスが、ビキニ干渉の原子爆弾研究で散布した。 放射能を浴びて変貌したと設定され、動作後半にて、この事実が明らかになった後、原子爆弾研究当時ラゴス島に生息していたゴジラザウルスは未来人によってベーリング海へ移送され、ここまで語られたゴジラの存在自体が抹消される。その後、ベーリング海で眠っていたゴジラザウルスは、放射性廃棄物や原子力潜水艦の核エネルギーを浴びて最強、 最大である身長100メートルのゴジラに変貌する。以降は、平成 VS シリーズ最終作である1995年公開の第22作、ゴジラ VS デストロイヤまで、そのゴジラが出現する。1999年公開の第23作、ゴジラ2000ミレニアムから2004年公開の第28作、ゴジラファイナルオーズまでの新世紀シリーズでは、 1> 第1作を踏襲しつつも、三式気流が登場する、第26作、ゴジラメカゴジラと、第27作、ゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS が2部作となっていること以外、各作品が独立した設定となっている。ただし、1954年の第1作で、ゴジラが日本に上陸した設定は踏襲され、作中で日本国民に、 ゴジラの存在が認知されていたという事実は共通している。ゴジラ2000ミレニアム第25作ゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃キリュウ2部作では第1作の初代ゴジラの後に現れた別個体だが第24作ゴジラメガギラス G 消滅作戦では第1作の初代ゴジラが倒されずに生き延びたという設定である。また、 ゴジラファイナルウォーズでは第一作の出来事に多少触れてはいるが、時系列は近未来と設定されており、具体的な関連性は明確になっていない。身長は VS シリーズから縮小され、ゴジラ2000ミレニアム、ゴジラメガギラス G 消滅作戦、キリュウ2部作では55メートル、ゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃では60メートルとなっているが、 ゴジラファイナルウォーズでは再び100メートルとなっている。2016年公開の第29作、新ゴジラでは、身長118.5メートルのゴジラが、2017年公開の第30作から2018年公開の第32作までのアニメ映画3部作、ゴジラ怪獣惑星、ゴジラ決戦機動増殖都市、ゴジラ星を食うものでは、 推定身長300メートルのゴジラがそれぞれ登場する。なお、新ゴジラに登場するゴジラは、初代ゴジラの特徴や容姿、古代から生息していた生物が放射能を浴びたことで変異を遂げたこと、放射熱線を武器とするなどの要素は踏襲しながらも、それまでの作品とは違って過去作との関連性はなく、第一作とは完全に独立しており、 正体不明の巨大生物として登場する上、姿形も当初の水生生物から、陸生生物への進化を遂げながら、巨大化するなど、過去作には見られなかった要素が盛り込まれている。アニメ映画三部作に登場するゴジラも、過去作とのつながりはなく2030年に初めて、現れた怪獣とされている。ただし、昭和版と同じくアニメ映画三部作に共通する。 設定として、ゴジラの名前は、オート島の竜人、クレシからからつけられている。スーツアクターは、中島春夫、手塚克美など。スーツアクターは、大怪獣総攻撃以外、北川勤が担当した。1954年に出現した、初代、ゴジラの後に、日本に、たびたび上陸しているゴジラ。口から、オレンジ色の放射熱線を吐く。この時に、 背びれが熱線と同色に発光し、絡みついたケーブルを焼き切るほどの熱量を放つ。細胞内に強力な調再生能力を持つオルガナイザー G1 という物質を含んでいて、5時間もあれば、細胞の傷や破損はすべて感知する。出現地点は、ノサップ岬根室東海村東京湾新宿。劇中では初めに根室に上陸し、 暴れ回って発電所など都市部を壊滅させると、太平洋へ消える。次に、太平洋を南下して、茨城県東海村に上陸し、核エネルギーを狙って、東海発電所を襲おうとするが、眼界に隠れた UFO の光線に倒れ海へ消える。その後、東京に上陸し、自らのオルガナイザー G1 を吸収して暴走した、宇宙人イコール、オルガと戦闘に突入。 何度放射熱線を打ち込んでもその度に再生し、噛みついて、エネルギーを奪う形で徐々に、ゴジラ化を進めるオルガに苦戦するが、貪欲なまでのゴジラ化への活望を逆手に取り、わざとオルガに飲み込まれて、体内放射で爆殺する作戦で干渉。最後は、権力と武力を乱用して、ゴジラ抹殺に執念を燃やす片切り蜜をなき者にし、悠々と新宿を火の海にしていく場面で、 映画は終了する。なぜゴジラが日本を襲うのかという問いについて本作品の主人公である、篠田祐二は人間の作り出すエネルギーを憎んでいるのかと推測する。また劇中で陸時の第一師団長、高田がこれまでの経験から G は攻撃されると必ずその相手に向かってくると発言し、実際にゴジラが劇中後半で東京に襲来するのは 東海村で攻撃を仕掛けてきた UFO へのリベンジを果たすためである。造形通称ミレニアムゴジラミレゴジ。書籍ゴジラ2000ミレニアム超全集では本作品のゴジラを4代目とカウントしている。基本デザインは西川真嗣によるもの。全身の決定項はなく、上半身のシルエットと頭部の決定デザインのみが描かれた。西川は 初代ゴジラをベースとしていた VS シリーズのゴジラとの差別化として、キンゴジラ、モスゴジを元にしている。初期案では、初代ゴジラをベースにしたものや、耳たぶがなく穴のみのものや、尻尾以外にも不死の王戦が、首や足に加わったものや、背びれを立体的に表現したものや、重心の首と撃鉄の背びれなど歩く、ビーム砲台とイメージした銃型のものなどが存在した。 本作品の企画以前には、鳥、沢やすしせによる背びれが2列あるゴジラのデザイン案が存在していた。原画はアナログ彩色によるものだが、部位や色調の変更はデジタルによるもののため、容易となっている。方向時には、首が動いた際に息遣いを感じさせ、首筋が広がるイメージとなっており、実際のスーツも最終的に5センチ首を延長している。 平成ゴジラは、口の終端が首より前にあったが、それとの差別化として、顎の長さを変えず、顔全体を短くして、頭部の印象を変えている。恐竜を元にした顔に肉付けしていく、方向性や、横方向にも棘を出すものも背びれも検討された。ゴジラの着ぐるみ制作は、VS デストロイヤーまで、東方内部で行われていたが、ミレニアムシリーズでは、外部発注されており、 大怪獣総攻撃以外の作品では、若狭慎一が代表を務める、有限会社モンスターズが造形を担当した。若狭によれば、東方プロデューサーの富山翔吾は、初代ゴジラを、特殊技術を担当した、鈴木健二は、キングコング対ゴジラのゴジラをそれぞれイメージしていたと言い,い、両者の希望に沿う心がけたと述べている。一方で、若狭自身は、自身が愛好する。 金五ジやモスゴジの雰囲気が入っていると述べている。検討用マーケットは若さと佐賀江広氏が手掛けた。着ぐるみは海王とアップ用が制作された。その他、スーツと同サイズの爆破用モデルや上半身のマペット、右腕、右足、尾の部分モデルが用いられた。いずれもラジコン操作で頭部の可動や口の開閉が可能となっている。頭部メカは 北側の要望により動物の動作を再現できるようパーツごとに稼働する仕様となった。当初は前傾姿勢とするために足に高下手を入れることが検討されていたが、スーツワクターの北側つとむはスーツを回収することなく前傾姿勢を維持することができ、若さは北側がスーツを着たことでゴジラが完成したと述べている。手の指は YS シリーズ時と異なり、中指と薬指を一本の指に入れているが、後年のインタビューで、北川は小指に力が入らず NG を出してしまうことが多かったと10回している。最大の特徴である背びれは、西川のシルエットデザインをもとに巨大かつ鋭利なものとなり、配色も従来とは異なり、メタリックレッドとなっている。若さは背びれが大きいと重くなり、 動きの邪魔にもなることを懸念したが、鈴木は迫力があるので良いとして大きいままとなった。しかし、背びれを発酵させるため半透明の FRP を用い、強度を保つために軽量化が難しいことから、発酵用と通常用の背びれを差し替える仕様となった。また、背びれや肩などに、従来のゴジラにはないトゲが存在している。体の色はグリーン。若さは、 従来の黒やグレートの差別化から、アメリカでのゴジラのイメージであるグリーンとしたが、ナイター撮影や現場の誇りなどにより、当時のカメラの性能ではほとんどグレーにしか見えなかったと述解している。本作品以前の直立姿勢から若干前傾姿勢になり、口も大きめに造形されているなど、より爬虫類に近い印象を持つ。足の指のつき方は、初代。 ゴジラのものと同様になり、歯並びもビオゴジの2列から1列に戻され、以降継承される。目は、猫か動物のものを参考にしており、どこからでも目線が合うことを意識したという。尾は、当初は29節であったが、撮影初期に回収され35節となった。また、従来との差別化から、尾の先端が細くなっている。鈴木によると、 まだ成長しきっていないチャな個体として、このゴジラをイメージしたという。海中を泳ぐシーンではゴジラを初めてフル CG で描いている。上陸シーンでもヘリで空撮した実験映像にスーツのゴジラを合成するなどデジタル合成が多用されるようになった。冒頭の王でなぎ払われる居酒屋は実物大セットの映像に CG の王を合成している。 砂浜の足跡は重機を用いて実物大のものが掘られた。公開当時のアトラクション用スーツは撮影用のものと異なり体色が明るいグリーンである。1954年に東京を襲撃したものが倒されることなく生存している。その後、1966年に東海村。 1996年に大阪のクリーニエネルギーファクトリーを襲撃している。前作と酷似した特徴である緑の皮膚、オレンジ色の熱線を持つが、関連はない独立した個体。出現地点は、日本海港太平洋父島東 100km、紀元島東京湾、お台場広付近。2001年、小笠原海溝で活動を再開。 祈願島に上陸したところを、ブラックホール砲、ディメンション態度に狙われるが、メガニューラの大軍に襲撃され、一旦、八丈島沖に退避した後、東京へ上陸。お台場で、メガギラスと対決する。最初は素早い動きに苦戦するもの,の、の尾に噛みついて、これを噛み千切り、最後は、逃げ出そうとしたメガギラスを熱戦で倒す。その後、 ディメンション態度の攻撃で完全に消滅したかに思われるが、エンディングの後でゴジラの生存を示唆する演出がなされる。造形通称ギラゴジ造形は前作に引き続きモンスターズが担当。スーツは前作の型を流用して制作したものと前作の着ぐるみを回収したものが使われた。形状そのものは変わらないが体色が全体的に明るくなり、 歯に筋が入っているなどの点が異なる。新規スーツは素材の変更によって 50kg 以下に軽量化された。爪や背びれはウレタン性に変わった。基本姿勢も前作ほど前傾姿勢にはなっていない。劇中ではまぶたの動きは CG によって表現されている。初代ゴジラと同一という設定だが外観は異なる。ため、 1954年の襲撃シーンは本スーツを用いてゴジラでの場面をリメイクしている。脚本では第一作のフィルムに新しいゴジラを合成すると書かれていたが、最終的には完全な新冊となった。下半身のみのスーツも制作され、冒頭の足元のアップやジャンプする際の足元の撮影などに用いられた。 実物大の背中の一部の造形物が制作された。会場を泳ぐシーンでは、上半身のみのスーツを、プール内に設置されたレールに乗せて動かしている。このモデルはスタッフから、カチコチ君と呼ばれていた。全国各地で宣伝を行う、どこでも、ゴジラキャンペーンのために21体のアトラクション用スーツが制作された。武器は、放射能熱線、引力放射能熱線。 1954年に出現した古代以来50年ぶりに出現したゴジラ。民族学者の伊佐山義美里は、ゴジラは太平洋戦争で犠牲になった人々の怨念の集合体だと主張する。日本を襲う理由は戦争犠牲者の叫びと無念を現代人が忘れ去ってしまったからだという。 本作品のゴジラはずるがしこく残忍な性格で、一度受けた攻撃を覚え、二度目はすべてかわすため、劇中バラゴンとモスラは二度目の奇襲に失敗する。人間を像をしているような描写が目立ち、人間めがけて熱線を吐いたり、病院を通過すると見せかけて、尻尾で破壊したりする。グアム島沖で、 米原子力潜水艦を沈め、小笠原諸島の孫の手島を壊滅させると、静岡県八重洲市八重洲港に上陸し、付近一帯の人間を殺戮する。その後、箱根山大枠谷でバラゴンと遭遇、一周して、東京へ向かう。横浜での戦いでは、防衛軍の陸上部隊と水上部隊、モスラ、キングギドラを相手に、数的不利な戦いを強いられるが、 圧倒的な戦闘能力で全てをねじ伏せた。しかしキングギドラを撃破した時に、五国三世獣の霊的エネルギーを浴びせられ、金縛りにあって海底に沈む。さらには、主人公、立花ゆりの父である、防衛軍の立花泰造准将が登場する、特殊潜航艇、薩摩に、口の中に飛び込まれ、 体内から特殊削岩弾 D-03 を搭載した魚雷で、キングギドラとの戦闘時に追った肩の傷を攻撃され、大きな傷口を開けられてしまう。それでも、なおゴジラは浮上して、ユリたちに熱線を吐きかけようとするが、肩に開いた傷口から、熱線のエネルギーが放出され、絶叫し大出血しながら、再び海底に沈む。最後は沈んだ直後に、 肩の傷口から脱出した立花美将の薩摩に向けて再び熱戦を吐こうとしたがそのエネルギーに体が耐えられずに暴発して消滅したしかしラストシーンでは海底において鼓動を続けるゴジラの心臓が映し出され将来の復活がさされる立花泰蔵の回想によると彼が幼少の頃ゴジラが東京を襲撃しておりその時には ある科学者が作り出したとされる未知の特化合物によって消滅している。また、その際防衛軍が迎撃に当たるもゴジラに攻撃は通用せず、その事実が国民に露見すれば防衛軍そのものの不要論につながるという理由で、戦術の事実は上層部の一部の人間以外には隠蔽され、表向き防衛軍の火力をもってゴジラを撃滅したとされた。 造形通称、GMK ゴジラ、GMK ゴジ。スーツアクターは、吉田水穂。造形は、金子の指名で、品田冬樹が担当。具体的なデザイン画は存在しせず、監督の金子修介らのアイディアをもとに、品田によって検討用モデルから造形された。これは、デザインと立体とのイメージのズレを解消するための、措置であった。品田は、初代、 ゴジラの検討用モデルと84ゴジラをイメージしたとされる。プロポーションは前作とは打って変わって太めかつ頭部が大きい。感情移入を拒絶する悪の権下を強調するため目は白目のみで黒目が存在しない。耳も穴のみとなった。イグアノンをイメージして手の親指が大きく造形された。足の爪は スーツアクターの安全性を考慮して地面につかない位置につけられており、当たっても爪が曲がるように設計されている。背びれも特徴的であったミレニアムゴジラのものではなく昭和、ゴジラを意識したものとなり、原点回帰を意図している。初期案では、四足歩行怪獣を相手とするため、恐竜型の前傾姿勢とする原型も存在しており、制作発表では、 こちらのモデルが用いられていた。着ぐるみはバラゴンとの体格差を表現するため、シリーズ最大となる頭頂庫220センチのものが作られた。足は20センチメートルほどの発泡剤を入れた高下多構造となっている。重量は80キログラム以上となり、格闘戦の多い本作品では、スーツアクターへの負担が大きいものとなった。爪は発泡ウレタン。 牙は FRP 及び科用、レッジン、下はウレタンゴムを用いている。頭部は肩の支柱のほか、ウレタンで周囲を固定していたが、演じているうちに汗を吸ったり火薬を用いたりしたことなどで、ウレタンが柔らかくなってしまい、吉田の自力では支えられなくなったため、品田により首回りが強化された。メインとなるアップ用のほか、アクション用と海用も制作された。 アップ用の背びれは、熱線発射時に左右が開き、中央列が前後に稼働するギミックが存在するが、2カット程度しか使われていない。海用スーツは、水中撮影での感電を防ぐため、口の稼働ギミックは、電動ではなく、エアシリンダーを用いている。また、爆破用として、アトラクション用、ミレニアムゴジラの頭部と背びれを差し替えたものも、用いられた。 ゴジラで使用されたサイボットゴジラの再利用も検討されていた。スーツ自体の色は茶色で巨大感を出すためにブルーのライトを当てることで従来のゴジラの色を表現している。眼球は特技監督の神谷誠からの提案によりデイシーンとナイトシーンとで配色を変えている。民宿と魚市場を踏み潰すシーンは昭和シリーズで使われていた巨大な足だけの 造形物を回収して使用している。上陸シーンでは実物大の表皮の造形物が用いられた。海中を泳ぐシーンや俯瞰での移動シーンはフル CG で描写された。ラストの心臓も 3DCG で描写され、実際の心臓手術の映像を参考としている。1954年に出現したゴジラと同種の極めて高い生命力の生物で、 特性自衛隊の組織後に初めて出現したゴジラ。武器は放射熱線造形外見上は次のように区別される。地球環境が破壊されたことで出現した怪獣で、その中でも幾度となく世界を滅亡の危機に陥れた最強の怪獣イコール怪獣の王と呼ばれる。武器は放射熱線ハイパースパイラル熱線体内放射。 バーニングジースパーク熱 k 戦。田口三門曰く、かつて人間が巨大な火であらゆるものを焼き尽くしたことに起こり、その時の怒りを決して忘れないとされており、実節、瞳には熱い怒りの炎を燃やしている。このため、人間からは怪獣王という恐怖の対象にもなっている。出現地点は、南極シドニーニューギニアマナズル富士山6、東京。 本編から20年前に南極で高天合と戦い、あと一歩まで追い詰めるも、偶然起きた地震によって地割れに落ち、高天合のミサイル攻撃で氷の中に封じ込められて封印される。その場所はエリア G とされ、厳重に監視されていたが、X 星人の操る怪獣たちによって世界が壊滅状態となり、ダグラスゴードン大佐をはじめとするシン。 高天豪のクルーラの手によって、それらの怪獣たちに、そして、X 星人を倒すために復活させられる。ゴードンは、地球最強の兵器と呼ぶ。怪獣との戦いに際しては、ハイキックを思わせる尻尾攻撃から、熱戦のコンビネーションや、マウントパンチを繰り出すなど、アグレッシブかつスピーディーで、格闘色が強い。 劇中ではほぼ向かうところ的なしの強さを見せ、モンスター X イコールカイザーギドラと、改造外眼以外には苦戦すらしない。最終決戦で、カイザーギドラを倒した後、ミニラと共に、海へ帰る。本作品では、ミニラのほか、ローランド・エメリッヒ監督版、ゴジラに登場するゴジラに似た怪獣も登場する。造形通称ファイナルゴジラ、ファイナルゴジ年度原形は、 若さ慎一が担当。明確なデザイン画は描かれていない。デザインは全体的にシャープで精悍なイメージとなっている。背びれはアクションに備えてやや小型化された。眼球は意志があるように見えるのを避けるため、白目があえて排除されており、炎を思わせるオレンジ配色となっている。スーツはアップ用、アクション用、超アクション用の3種類が制作された。 着ぐるみの造形にあたっては軽量化とスーツワクターの動きがストレートに反映される構造が追求された。従来はスーツワクターと外皮の間をウレタンで埋めていたが、このスーツではあえて隙間を作ることで動きやすくしている。845時以降の着ぐるみは片部分の可動域が非常に小さかったが、本作品においては監督の北村隆平からの希望から、 肩から動かすことができ大きく腕を上げられる構造となっている。ミレニアムシリーズのスーツでは肩に頭部と連動するファイバー製の骨格が内蔵されていたが北側は自力で動かすことを要望し首元の表皮を柔らかいものとした。ガイガンと X 星人のデザインを担当したニラサワ・ヤスシや地球防衛軍関連のデザインを担当した新川ヨジラも ゴジラのイメージデザインを描いていた。スーツは2021年時点でも現存しており、同年配信のゴジラ VS ヘドラで使用されている。もともとは太古の時代より生き残っていた深海生の海洋生物が60年前に投棄された放射性廃棄物を大量摂取したことにより、放射能に耐性がついただけでなく、それの影響により突然変異と異常成長を、 繰り返し誕生したと推測される生物。アメリカのエネルギー省では、以前からこの生物の存在を把握しており、同国の生物調査機関に属していたマキ、牧五郎元教授が中心となって、生態の研究が進められ、彼の故郷である、大戸島の伝承にある神の化身、クレッシュからの名から、ゴジラという英語名が与えられていた。日本政府は、 巨大不明生物と呼称し、マキの情報を入手して、以降は、日本語訳した、ゴジラの通称も用いるようになる。その体には、人間の約8倍という膨大な量の遺伝子情報が内包され、それには、爬虫類のみならず、魚類や、鳥類などといった、他の種類に属する生物の形質も、多数合わせ持ち、世代交代を経ない、単一の個体で、 あらゆる環境に対する適応進化を行う。必要に応じて、自己対価能力も有し、自由に進化、対価が可能であること、細胞分裂による無症生殖も可能であると分析され、このまま放置すれば、自己増殖による無制限の繁殖、有力化しての飛行能力の獲得による、世界規模のテリトリー拡大、小型化への変異といった危険性についても言及される。 体内には生体原子炉とも言える熱核エネルギー変換生体器官を持つ。それによって生み出されるエネルギーは莫大であり、超高温の体温を保つ表皮の一部からは、高熱によって生じた赤い光が漏出する。活動の際には未知の放射性元素を撒き散らす。それに加え、細胞には元素変換を行える機能を有しており、 それを利用して体内に取り込んだ水と空気の反応だけで自身の生存に必要なエネルギーをすべて生成することが可能で他の栄養素を摂取する必要が一切ないと推測されその口は牙が不揃いで下顎には下もなく生物の捕食には適さない自然界にはもはや天敵となるものは存在せず従来の生物的常識を超越した性質は 完全生物や霞を食べて生きる仙人にも例えられ、生物には不可避の死という概念すらも克服している可能性も指摘される。熱エネルギーの冷却には血液流による液体冷却と背びれからの放熱を用いているが、後者は補助的なものであり、もし血液の循環に問題が発生した場合は、熱の冷却が追いつかず原子炉スクラムのような状態となって、 エネルギー生成期間の機能が停止し、そのまま全身が凍結する。矢口乱動が率いる日本政府の巨大不明生物、災害対策本部はこの特性を利用し、大量の血液凝固剤を直接口から注入する、ことでゴジラを封じ込める、矢口プランを提唱し、自衛隊によって、これを実行に移すべく立案された、矢し織作戦をもってゴジラに臨んだ結果、 凍結に成功している。プロポーションとしては5つの形態が設定されている。デザイン、ひ形製作は、竹谷隆之。総監督の安野秀明からは、完全生物という指示を受け、地球上の生態系の頂点として造形された。コンセプトデザインの前田正宏のコンセプトスケッチを、元に、初代ゴジラをリスペクトした造形を主軸に。 警戒する必要がないとして、まぶたや磁界がない、何かを捕食して生きるわけでもない、ために、歯の噛み合わせは、ラングイバ、などの際が見られる。また、アンノとの打ち合わせの際に、人が入れないようなシルエットという指示も出されている。小さい目は、生き物の中で一番怖い人間の目を参考にした。ほか、皮膚の質感はゴーヤ、頭部は、キノコグモをイメージして造形されている。 さらに、自己分裂を繰り返す、すべての生物の要素が入った、完全生物といったコンセプトから、尻尾の先端には、形成が不完全な人の歯や肋骨といったパーツが埋め込まれた。竹谷によれば、安野は頭部に脳がないガランドーなものを要望し、また尻尾に脳があるかもしれないとも述べていたという。 歴代作品で初めて着ぐるみを一切使わず CG で造形したモデルをモーションキャプチャで動作させている CG 制作は白組が担当デザインの検討用に模型が作られており2016年に開催されたニコニコ超会議では形状検討用として作られた一号ひな型が公開された一号ひな型は イベント用に仮着色しかなされていないが、これと同じ形状のものに着彩を施した着彩検討用の二号ひな型が存在しており、それらを元にして映像制作が進められた。この二号ひな型はワンフェス2017冬で一般公開されている。尻尾は 草園でも動かせないというほどの長さで、腕も着ぐるみにするには、大人が腕を通せないほど細く、足もかかとが浮いており、爪の先端も体重を支える角度をなしていないという、着ぐるみを使わず、CG による造形と草園を前提としたデザインである。一方、着ぐるみのたるみなども意図的に表現している。これについて、竹谷は、ハリウッドでは、 生物的なリアリティの追求に向いてしまうが、日本人には、初代、ゴジラの着ぐるみのイメージがあるため、それを廃してしまうと違うものになってしまうと述べている。モーションアクターが野村であることは、劇場公開まで伏せられており、公開と同時に、329人目のキャストとして、報じられた。野村は、演じるにあたって、人間臭さを排除し、 神や幽霊など、無機質な動きを心がけ、モーションキャプチャーを収録する際には、ゴジラの面をつけて、顎を動かす、面の使い方を意識したという。従来のゴジラと異なり手のひらが上を向いているのは、東洋の竜は玉を上向きにつかんでいるという、野村からの指摘を参考にしたためである。第二形態は、モチーフのラブ化の気持ち悪さを落とし込むことが意図され、また、 安野の要望によりエラは刃物で切られたような形状となった。当初、竹谷は目のないデザインを提案したが却下され、その後もひな型や CG 制作で目の試行錯誤が続いたという。第三形態はひな型では第二形態と同様の細い足であったが、CG では太めに修正されている。竹谷はひな型の時点では初めて立ち上がるので、 不安定感を出すことを樋口から要望されていたと述べている。第5形態は他の形態と同様にスキャニングデータが制作されたが映像には竹谷の制作したひな型そのものが使用された。当初は背びれに人型が密集しているという案も存在した。スタッフやキャストと立ち並ぶイベントには本作品のゴジラは登壇できず。 VS シリーズやミレニアムシリーズ用のスーツアクターが入れる着ぐるみが代用されている。また、本作品のゴジラを登場させる際も、頭部のみなどで全体像としては登場しない。作中世界の1999年から地球上に現れ始めた怪獣の中でも別格の存在に位置づけられる植物を起源とした超進化生命体。命名は、 戦略生物学教授の京平山根博士らによるもので、小笠原諸島の大戸島に伝わる竜神、クレシュからに由来する。骨格は存在せず、金属成分を多く含有した、超進化植物の繊維で構成される。植物は遺伝子の水平電波によって様々な、生物の特性遺伝子を取り込んでいるとされ、クマムシのようにあらゆる悪条件に耐えられる。 その防御性能は体細胞を強力な電磁石として機能させ背びれの生体内増幅器官から桁外れの高周波電磁パルスを放射することで表皮直下にありとあらゆる物理干渉を遮断する電磁メタマテリアルの非対称性透過シールドを展開する能力によるものである。また表皮は 多層包状構造を形成することで、熱核攻撃やマグマだまりにも耐える超高熱耐性を有しており、組織の一部がプラズマ焼却されても猛烈な細胞再生能力によって回復してしまう。シールド、包状表皮、再生力の組み合わせにより無敵に近い存在では、あるが、狭い範囲に大量の攻撃エネルギーを集中させると、万から 3500秒ほどシールド無効時間となる周期的なノイズが発生するという弱点がある。このノイズを干渉波攻撃で拡大することにより、メタマテリアルのシールドに隙間を生じさせることが可能となっており、その間に同調攻撃で増幅期間を破壊し、組織が修復されるまでの数十秒で、電磁パルスプローブスピアを体内深部に打ち込むことで、 理論上は打倒でき、体内電流がオーバーロードした状態では、自らのエネルギー量に比例してショートするので、熱線を放射するほどの高電圧を帯びることで自爆が誘発される。攻撃手段として、口から放つ、高加速化電流子ビーム、熱線があり、頑強な他の怪獣の甲羅をも貫くどころか、山さえも吹き飛ばす。胴体は、 火電粒子法の加速機器に相当する機能を持つ。さらに威力を高めると螺旋を描くシンクの柱のような攻撃に変化し、月と同等の質量を持つ小惑星を地球から狙撃して粉砕する上、その余波で異星人の技術による強化シールドさえ破る強烈な電磁波が発生し、3 0 0トル以上離れた地点の電子機器すら破壊する。なお、 増幅機関である背びれが破壊されただけなら、熱線発射能力は損なわれない。太陽は、あらゆる電波を吸収する性質を持ち、熱線発射時を除けば、赤外線も放射線もほとんど感知できない。その完璧な隠密性から発見は困難となっており、ほとんどの精密誘導兵器も機能しないため、攻撃の際には、ある程度の距離まで接近しなければならないが、 接近すれば、熱線に伴う電磁波障害で、軍用電子機器でも故障してしまう。電磁推進機関の存在が示唆されるほどに優れた、遊泳速度は2040年代の最新、衛潜水艦を上回るとされ、優れたステルス性も加わり、異星人の技術をもってしても、海中での追跡は困難であった。高度な知性を持つことが推察できる行動をとることが、 確認されており、2042年のゴラスや2046年のメカゴジラなど自身の脅威になると判断した存在を積極的に排除しようとする。人類を探し出して攻撃を行うことから決して人類を見逃さないと評される上、自分以外の怪獣に対しても強い敵外心を見せるという習性を持つ。前述の通り普段は放射線はほとんど。 観測できないが、通過した経路には高濃度の放射線が残留する上、破壊後には、その放射能汚染に引き寄せられるかのように数多くの、怪獣が出現する。その脅威から、真の霊長、怪獣たちの王、奴、破壊神、究極生物、G、恐怖の象徴、神の獣などとも呼ばれた。メトフィエスによると、溺れる者への制裁の徹追、自らを、 万物の霊長と戦勝した種族への摂理からの復讐者であるといい、同様の存在によって破滅に追いやられた異性文明も多いとされる。監督のセシモヒロユキは進化の最終存在として地球上の生命体で一番大きく一番寿命が長い樹木をコンセプトとして挙げ、得意な環境の中心にいる巨大な世界樹のような存在としている。 超進化した植物が他類の強者の特徴を合成した想像上の生き物をモチーフとし、伝説や神話の生物が具現化したかのような、ご神木や巨大な古木のような絵源があるようなデザインとなっている。全体像はゴジラらしい象徴性を維持しつつ、独自のシルエット、かつ、 混合力子像のような想像上の筋肉を足すことにより、威風堂々とした雰囲気にしている。頭部は、ゴジラとしての印象から離れすぎない程度に、真珠としての、獅子をイメージして猿、犬、竜などをモチーフに模索し、肉食感を強めないように小さめに、口、顎も大きくはなく、目に、哲学者のような高い知性を感じさせる。表皮は、枯れ木のようなシルエットだが、 色は金属のような鈍く光る紺碧、表面には苔が生えている脊椎に沿って3列に並ぶ背びれは肉厚なヒイラギの葉のような形状背中の中央部が一番大きく表面は葉脈のようで高出力の電磁波を発生させる際にはこの脈に沿って光が移動しヒレ全体を発光させる腕はかがめば。 自分の足先に届くくらいに長く、手は人間並みに器用な動きができる印象。爪は植物の棘が進化した感じである。足は太くて力強く、いざとなったら前傾姿勢でダッシュできるような可能性を残したシルエットである。長大なおは三本目の足として体を支えるが、下側の設置面積が少ない形状をしており、 繊意質なので触手のように伸縮し、鋭利な先端で攻撃もできる。新同様スーツは制作されておらず、イベントへの登壇の際には、VS シリーズのスーツが用いられている。詳細は、ゴジラプロモーションを参照。ポリネシアに生息するイグアナと伺える生物が、フランスの核実験による放射能が蓄積し、突然変異して生まれた新種の生物。外見は、 明確に背びれこそ存在するものの、他の作品のゴジラと大きく異なっており、ティラノサウルスなどの獣脚類に酷似している。魚食性で多数の魚類を喰らうほか、幼体であるベビーゴジラにも、それを餌として集めて与える。知能が相当高いようで、人間が仕掛けた罠を見破ったり、戦闘ヘリを待ち伏せて撃破したり、源泉を翻弄して、同士うちに追い込んだ。 出現地点は、南太平洋、ポリネシア近海パナマサンミゲル湾の小島、ジャマイカグレート、ペドロブラフアメリカ東海岸沖、ニューヨークマンハッタン。戦闘の際には巨体を振るうことによる、破壊以外は鍵詰めを用いる程度で、放射熱線を吐く能力は持っていないが、出火している場所に息吹を吐きかけることで火力を増大させ、 対象に命中させるといった攻撃も用いる。また、強靭な足で飛び上がって、相手に強烈な蹴りを浴びせる、ハイジャンプキックを使いこなす。変温動物であるため、極端に体温が低い。劇中では、ゴジラの体温よりもビルの温度の方が高かったため、赤外線探知ミサイルで狙ったにもかかわらず、ミサイルが逸れてしまう描写が存在する。貧速で、 時速4 8 0トルというスピードで走れる。そのため、時速1 5 0トルの戦闘ヘリから逃れることができる。ハドソン川での戦いで魚雷の直撃を受けたダメージにより衰弱し、終盤ではタクシーに翻弄されるという演出もなされている。水中での移動速度は魚雷と同等で米原線の3倍。 無性生殖によって一度に200個のベビーゴジラの卵を産卵するため倒し損ねれば数年で人類を滅ぼす恐れがあると分析される。しかし肉体はやや脆弱であり砲弾で出血する上魚雷で孵化で追いブルックリン橋のワイヤーに絡め取られて動けなくなったところでミサイル攻撃を受け絶命する。孵化したベビーゴジラもミサイルによって全滅するが エンディングでは残っていた卵1個からベビーゴジラが誕生する。多量の天然の放射能が地上に満ちている中、巨大生物が跋扈していた2億7千万年前に地球の生態系の頂点に君臨していた生物の末裔その先祖はペルム期末の大量絶滅以来長らく地下深くに逃れていたが、度重なる核実験によって地上の放射線量が 再び上昇したため、地上に再進出を果たした。同族はすでにいないのか骨格の残骸が残されているのみである。第二次大戦後以降に太平洋全域で出没しており、そこで米ソが行った核実験も実際はゴジラを駆逐するためのものだったが、全く効果を上げることができず、トップシークレットとして一般には秘匿されていた。体内に、 原子炉のような機関を持ち、莫大な熱エネルギーを生成することが可能。敵との戦いで危機に陥ると、体内の放射能エネルギーを生体電気で発火させて、青色の放射熱線として相手に吐きかける。放射熱線の威力は絶大だが、体力を激しく消耗するので多用はできない。作中では、敵怪獣ートの体格の大きいメスに2回使用し、 倒した後は使用の影響でその場に倒れ込む。なお、放射熱線を使用する際には、コイル鳴きのような音とともに、背びれが、尻尾から順に青く発光し始める特徴がある。ちなみに、オスのムートーに対しては、長い尾の強烈な一撃を浴びせて、高層ビルに叩きつけ、尾だけではなく、そのまま垂直倒壊するビルをも利用して、オスを圧死させている。基本的には、 日本版、ゴジラの特徴や容姿を踏襲しているが、体格はそれより、筋肉質で大柄であり、鳴き声も、日本のものをイメージしながらも、若干異なる。表皮は、分厚く頑丈で、ミサイルや、戦車や、軍艦の砲撃はもちろん核攻撃にも耐える。首には、エラがあり、水中で呼吸できる。ムートに強い敵意を向ける一方で、人間には興味を示さず、 攻撃されても吠えたりやじろぎしたりはするものの、反撃はしない。しかし、その巨体は移動するだけで、高波の発生や建物の倒壊などの天才的な被害をもたらす。冒頭の資料により、メイン号なる米軍艦を爆破沈没させていることが暗示されている。ムートを追う理由については、天敵に対する攻撃本能なのか、理解しきれない部分が少なくない。 作中主人公のブロディと視線を合わせてコンタクトしたような素振りも見せるが行動原理についても不明な点が多く人知を超えた神に近い生物であるかのように描かれている。前作から5年が経過しての再登場となり体格が以前よりも大型化し放射熱線を使う頻度も前作より増している。 本作品で巨大生物調査機関モナークのアドバイザー芹沢石郎博士によって多く研究され、四大文明以前に栄えていた、滅び去った古代文明によって崇められた、神話世界の神や王という扱いをされ、その頃には宿敵であるギドラとの戦いが行われていたことも判明する。性格は粘毛で、倒すべき相手に対し、脇目を振らずに、 ひたすら前進を続ける前作の性質は受け継いでいるが抵抗するのであれば人類でも容赦なく攻撃することが示唆されている。太古から住んでいたことで人類がそれまで探査できなかった地球の各地につながる海底トンネルを伝って素早く目的地に移動する独特の移動手段を確立しさらに怪獣の言葉とも言える発生音でモスラとも更新している。 大将を威嚇する際には、背びれを連続で発光させる習性を持つ。南極のモナーク施設で目覚めたギドラの前に出現して、交戦を開始するも逃亡された後、追って大西洋プエルトリコ沖に到達し、そこでラドンを下したギドラと再戦する。水中戦でギドラを圧倒し、首の一本を食いちぎる深手を与えるも、アメリカ軍から、 オキシジェンデストロイヤーを打ち込まれ、活動機能が低下して、戦闘不能に追い込まれる。その後、かつて自身を崇拝していた人類が建設した古代、文明の神殿にして、海底洞窟内の大量の放射能やウランが発生している14どころで核エネルギーを吸収しながら、回復を図っていたが、地球支配を図るギドラへの対抗手段として、 用いようと考えたマークラッセルがゴジラを復活させるために核兵器の使用を提案する。マークラは潜水艦で住ミカへ向かうもトラブルによってミサイル発射システムが発射不可能な状態に陥ったため、芹ワ博士が単身で核弾頭を携えて住ミカへ赴き、自らの命と引き換えに起爆させる。その結果、核エネルギーを吸収して、 さらに強靭な姿となって復活したゴジラは、ボストンへ向かい、そこで3度ギドラに挑む。序盤こそ、モスラの火星も得て、戦いを優勢に進めるものの、先の核エネルギーの吸収量が過剰だったために、あと数分で、核爆発を起こす状態に陥っており、予想外のギドラの強力な攻撃に加え、モスラが、ラドンに妨害されたこともあって、劣勢となり、 満身創痍の状態に陥る。しかし、ギドラの攻撃で、モスラの体が爆散した際に降り注いだ粒子を吸収し、それによって、体内の核エネルギーの制御に成功すると、周囲の建築物を溶解させるほどの高熱を発しながら、モスラの体模様を模した体内放射と放射熱線で、ギドラの体を焼き尽くし、完全に消滅させる。 そして、ラドンや他のタイタンたちに崇められる、怪獣王として君臨してからは、タイタンたちを監視して抑止する目的で、世界各所に出没している。前作で、ライバルのギドラを死闘の末に制し、地球上のタイタンたちの頂点にして、地球の生態系のバランスを保ち、人類から、再び救世主と崇められるようになった、怪獣王。体格に変化はないが、 必殺技である放射熱線の威力は大幅に向上しており、劇中では原子力空母を一撃で強沈させ、香港の高層ビル群の大半を倒壊させた。さらには地上から地殻を貫通して、地下空洞に到達するほどの破壊力を有した熱線の放射が可能になり、肉弾戦でもコングを圧倒するなど、今まで以上の驚異的な能力を発揮している。 前作から5年が経過した今回、これまで死がにもかけていなかった人類を突如襲撃し、放射熱線で都市を焼き尽くし、戦闘機や艦隊を撃沈させるなどにして容赦なく、人類に攻撃を仕掛ける。映画シリーズのほか、テレビ特撮番組、流星人間ゾーン、ゴジラアイランド、1994年にサンリオピューロランドで上映された 3D 映画、 怪獣プラネットゴジラにも登場する。二代目ゴジラと同一個体。作品中で正義の怪獣と呼ばれるゾーンファミリーのスケッその多くは軍団で恐れ獣が現れた際にゾーンジュニアに呼ばれてゾーンファイターと共に戦っている。本作品ではキングコングのように胸を叩く。ラドン、モスラと共に緑の惑星、怪獣プラネットに生息していた。 惑星探査艇であるアース号やプラネット号に付着していた汚染物質によって凶暴化して地球の東京駅にラドンと共にワープして出現し G フォースの攻撃を退けラドンと戦った後に銀座でモスラと戦う。アース号から散布されたゴジラが食べていた惑星の緑の好みを浴びておとなしくなり青い光球に包まれて宇宙へ帰る。 ゴジラアイランドの怪獣として登場する。島の怪獣たちのリーダーのような役目を持っている。普段はゴジラの洞窟に生息しており、島に敵の怪獣が現れると一目散に出撃し、島の平和を守っている。基本的には温厚な性格だが、ジュニアが敵に襲われた際には、単身的な懐に入り込むといった価値気な面もある。 他の怪獣に比べて圧倒的な戦闘力を持っており、X 星人もゴジラだけは恐れる。武器は口から吐く6万度の放射熱線。ガイガンとの戦いでは曲がる熱線を使用する。スペースゴジラの悪霊編ではかつて撃退したスペースゴジラに取りつかれ、島の怪獣たちのオーラを吸い取り、赤い熱線を吐き揮を暴れする。また、さよなら取れま編では、 デストロイヤとメガロに騙され、マタンゴ島の洞窟に閉じ込められる。造形物はバンダイの祖父ビ人形。デザインは山森英治。造形は初代ゴジラのデザインを元にしつつ、初期の昭和ゴジラのイメージを統合し、なおかつ新しい初めて見る姿が施行されている。山森は、 絶対に人類と意思疎通が不可能な意図すべき生物としての遺厳を持たせることをこだわりとしてあげている。シンゴジラでは神のような神秘的な存在としていたが、本作品のゴジラは怪獣ではなく生物のような方向に寄せていったと言い,い、上に手のひらを向けていた。シンゴジラに対して本作品では生物であることから下に向けている。進化するという設定は、 シンゴジラの設定が取り入れられており、各形態には、山りの提案で、過去の東方怪獣の衣装が入れられている。登場個体工業地帯を蹂躙していくヘドラのもとへ、現れ、肉弾戦の果てに放射熱線を吐こうとするが、海力で押し倒されたところに、硫酸ミストを浴びせられ、左目を潰される。蹴りで反撃し、送電等群で関連した、 ヘドラの身動きが鈍っている隙に起き上がると放射熱線で撃破して夕焼けの中を歩き去っていく。放射熱線を吐いて東京の街を破壊するゴジラゴジラが持つ最大の必殺技。共通して発動前に背びれが光るものの作品媒体によって設定、描写が異なる。ゴジラ、ゴジラの逆襲ではモノクロゆえに白熱光で描写されていたが キングコング対ゴジラ以降は、カラー化に伴い、青白いビーム状の熱線として描かれるようになる。ゴジラのポスターで、放射能と表記された後、放射能火炎と様々な資料に表記されたことで、昭和シリーズ当時の世代には、放射能火炎の故障が定着した。VS シリーズ以降の世代には前述の、ビーム状描写からも、放射熱線の故障が定着している。 類似した技、または同系統の技として、ミニラのリング上熱戦、リトルゴジラの包上熱戦、ハンナ・バーベラ版、ゴジラの放射熱戦、ゴジラ・ザ・シリーズ版、ゴジラのパワーブレスがある。バリエーション戦術の放射熱戦を除けば、基本的に、噛みつくや、パンチ、体当たりなどの肉弾戦を多用する。その他、投げ技などの格闘技も時折披露している。 全怪獣の中でも屈指の怪力を持ち自分よりも倍以上に重い相手を投げ飛ばしたこともある。それ以外にもオリジナル技としてゴジラプレスと呼称されるものがあり、さらに背びれを刃物のように使うなど技巧派な一面もある。平成 VS シリーズ以降劇中内にたびたび登場するゴジラの細胞組織 G 細胞とも呼ばれる。 戦術の放射熱線と同じく作品媒体によって設定や扱いが著しく異なるが共通する設定として自己再生能力遺伝子を有しておりそれによって極めて高速で細胞を再生活性化させる性質を持っているこれによってどんな負傷からでもごく短時間で回復するためゴジラの高い生命力耐久力の源とも言うべき存在である しかし、同時に G 細胞は極めて侵食性が高い細胞であり、それを制御できる存在はゴジラのみである。もしゴジラ以外の生命体が G 細胞を摂取した場合、たちまち G 細胞に全身を乗っ取られ、変異を経て怪獣化してしまう。初出のゴジラ VS ビオランテでは、ゴジラの不死の性質と放射性物質を食べる性質が、 遺伝子資源として有望視されており、中東のサラジア共和国が G 細胞の遺伝子を移植して砂漠でも栽培可能な植物を製造しようと目論んでいたほか、日本は原子力事故が発生した際の処理に使用するアネブを製造しようと研究している。また、アメリカ合衆国は核兵器を無力化する生物兵器としてアネブを恐れているほか、 同国の遺伝子工学企業大手4社の共同機構、バイオメジャーは遺伝子工学分野での市場独占を狙いサラジアの計画を阻止しようとしている。VS、ビオランテの劇中ではそれら3カ国が独占を狙って暗躍する場面も描かれるが、以後の作品で同様の事件は起きていない。小細胞にまつわる作品は以下の通り。よく知られる、ゴジラの鳴き声は、 松屋にをつけた、革手袋で、コントラバスの弦を擦った音色をテープに録音し、これを手動で速度を調整しながら、ゆっくり逆回転再生した音である。この鳴き声だけは、1998年のゴジラも同じである。これは1954年のゴジラの制作時に、音楽を担当した、作曲家の伊福部明が、足音と共に作成したもので、 サウンドトラック CD に収録されている。また、後の東方映画や、つぶらやプロの怪獣の声もこの手法を使用していた。ハリウッドウォークオブフェーム2004年11月29日、ハリウッドで電動入りを果たす。ゴジラのプレートは、それまで、ハリウッド大通りに埋め込まれていたが、除幕式が行われ、取り外された。電動入りしたキャラクターには、ミッキーマウス、 ドナルド・ダックがおり3例目。怪獣としては、もちろん、日本のキャラクターとしても初めてである。ここでは、伊福部明の曲について説明する。映画第一作のタイトルクレジットの音楽より、ゴジラのテーマとして知られる。この曲は、還元楽のための音を歌、艦隊林、バイオリンと還元楽のための競争風景詩曲のモチーフがベースとなっている。また、 イフクベが当時より敬愛していたモーリス・ラベル作曲のピアノ競争曲と長長第三楽章にはこの曲に非常に似たモチーフが現れることも知られている。このモチーフ、すなわち第一作のスコアナンバー M1 ゴジラ追撃せよはその曲のタイトルからもわかるようにもともとゴジラに対抗する人類のテーマとして書かれた曲である。本来、 生物としてのゴジラのテーマ曲として書かれたのは、コントラファゴットなどの低い音の響きが、特徴的な MA、ゴジラの猛威という、ゴジラ品川上陸の際の音楽である。なお、伊福部が音楽を担当した映画には、M1 と同じモチーフが幾度か使われており、ゴジラの一作目の数年前に制作された映画では、社長と、女店員、雲の街に、ゴジラの一作目以降では、 中心グラゲの巻、雪の巻にも流用されている。ゴジラの猛威のモチーフは、その後の作品でも、ゴジラの恐怖を象徴する曲として、編曲を重ねながら使われ続けた。メカゴジラの逆襲では、第一作 M1、いわゆる、ゴジラのテーマが、ゴジラの出現のモチーフとして、初めて使用された。その後もイフク部が担当した、VS キングギドラからは、 第一作の M1 がゴジラのテーマ曲として使われ、ゴジラの猛威は使われなかったが、VS メカゴジラではゴジラの猛威が再び現れることとなった。なお、異福部の音楽監督としての最終作、VS デストロイヤではゴジラの猛威という曲名は与えられなかったものの、冒頭のシーンでより第一作のものに近い編曲で使用された。ゴジラの英語表記である、 ゴジラの綴りは、第一作が1956年に、ゴジラ、キングオブザ・モンスターズのタイトルで全米公開された際に設定された。このような綴りゆえ、ゴジラではなく、ガッドジラ、または、ガズイラといった発音になっている。1998年のゴジラと2014年のゴジラ・ゴジラでもタイトルに、この表記が使われているが、 2014年版に出演した渡辺健は作中で一貫してゴジラと発音している。これは渡辺が撮影時にスタッフから英語圏での発音を依頼されるも日本人としてのこだわりから堅くなに拒否したためであり結果として海外のファンからも賞賛を受けた。その後2016年の新ゴジラでは長谷川博美演じる 主人公が英語圏での発音について言いにくいなと評するシーンがある。2018年10月18日、アメリカの NASA はフェルミガンマ線宇宙望遠鏡の運用10周年を記念してガンマ線の発生源となっている天体をつないだ22個のガンマ線星座を発表し、その中にゴジラ座が含まれている。ありがとうございます。